新型コロナウイルス感染症の世界的流行国、地域ごとの新型コロナウイルス感染症流行状況、クルーズ客船、船舶における新型コロナウイルス感染症の集団感染クルーズ客船における2019年コロナウイルス感染症の流行状況では、クルーズ客船、ダイヤモンドプリンセス及びグランドプリンセス船内における新型コロナウイルス感染症の集団感染を、 中心にその他のクルーズ客船や船舶の対応、状況などについても扱う。イギリス船籍のダイヤモンドプリンセス号。所有者はイギリスの P&O。運用者はアメリカのプリンセスクルーズである。56カ国の乗客2666人と1045人の乗務員計3711人が船内に乗船していた。イギリス船籍のクルーズ船。 ダイヤモンドプリンセスは2020年1月20日に日本の横浜港を出発、鹿児島、香港、ベトナムのトゥアティエンフエショウ、台湾のキールン市、沖縄を周遊して2月3日に横浜港に寄港した。1月25日、乗船中の1月23日から咳などの症状を呈していた乗客が香港で下戦した。この乗客は 下船後の1月30日に発熱。香港で2月1日に新型コロナウイルス陽性であることが確認された。日本における2019年コロナウイルス感染症の流行状況も参照2月3日夜に横浜港の大黒不登沖に停泊した。当該客船は2月1日に那覇港で検疫を受けていた。しかし、船内で乗客の発熱が報告されていたことから、 2月3日から2月4日にかけて、船内で検疫官による健康診断が行われ、船内の優勝乗車と濃厚接触者から COVID-19 検査に必要な検体が採取された。2月4日夜、運航会社のプリンセスクルーズが乗客の下船を延期する旨を公表、加えて次回クルーズの運航中止を顧客に通知した。ダイヤモンドプリンセスには、 56カ国の乗客2666人と1045人の乗務員計3711人が船内に乗船していた。2月5日、ダイヤモンドプリンセス船内において10人の感染者が確認され、日本の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に基づき、神奈川県内の医療機関に全員搬送された。また、 同日午前7時から、クルーズ船に対して14日間の検疫が開始された。これ以降、以下の通り2月11日を除く毎日、感染が確認されており、船内での感染者数は2月13日現在で218人となった。河野太郎防衛大臣の2月8日付ツイートによると、アメリカ政府から、船内に泊まる方が、 感染拡大を防ぐための最善の方法であるという、米衛生当局の判断に基づく申し出があり、日本はこの提案を受け入れたことが明らかとなっている。防衛省が自衛隊を派遣、長期化する船での生活に備えて、2月6日から乗客上位にへ向けた生活物資や医療などの支援活動を行っている。2月10日、前日までに乗船者336人のうち、 感染者70人が確認されたことから、運航会社のプリンセスクルーズが、クルーズ費用の払い戻しを決定した。厚生労働省は、乗客乗員全員に対して下船する際のウイルス検査の実施を検討している。14日間の隔離期間終了間際の2月14日頃から、各国がチャーター機の手配を開始し、16日現在、米国、イスラエル、台湾、香港、 カナダなどが申し入れを行っている。また、クルーズ船から下船する予定の乗客乗員らを19日未明から愛知県岡崎市の会員前の富士大科大学岡崎医療センターに順次移送した。同センターには計128人が搬送された。2月18日、神戸大学病院感染症内科の岩田健太郎、教授は災害派遣医療チームの一員として、 ダイヤモンドプリンセスに乗船した。岩田は自身の YouTube チャンネルで船内で安全な場所と安全でない場所を区別できておらず、感染対策がほとんどなされていないと訴え、その日のうちに船外に出されたと主張した。しかし、その翌朝、ご迷惑をおかけした方には、心よりお詫び申し上げますとツイートし、自ら動画を削除した。2月19日までに、 船内3011人のウイルス検査が終了した。風の健康観察期間を発熱等の症状がなく、経過し、陰性と判定された乗客の下船が認められ、2月19日から21日にかけて、これに該当する乗客が下船した。下船後は専用バスで複数のターミナル駅まで移動し、それぞれ公共交通機関などで帰宅している。厚生労働省は、 船内で最初に感染者が確認され検疫が実施された5日以降、船内での感染が広がっていないと判断した。加藤勝信厚生労働省は15日の記者会見で、基本的にはそうした前の段階で感染があり、発症したと我々は見ていると述べ、検査で感染が確認された乗客はいずれも5日より前に感染したとの見解を示した。一方、 防止策が不十分で検疫実施による5日の室内待機以降も感染が続いていた可能性がアメリカ疾病予防管理センターや国立感染症研究所などにより指摘されている。2月22日、船内で業務をしていた厚生労働省の職員のうち発熱などの症状がなかった職員の多くは終わった。あと、ウイルス検査を受けずに職場に復帰していたことが判明したが、 同日一転して該当する職員41人の検査を実施した上で2週間の自宅勤務とする方針を明らかにした。また、ウイルス検査で陰性であったため、下船した970人の乗客乗員のうち23人は下船に必要な検査を行っていなかったことも分かった。同日、検査で陰性だったため下船した栃木県在住の女性の感染を確認。 さらに2月25日、同じく下船した徳島県在住の女性の感染が確認された。下船者の中からは26日以降も感染者が出ており、26日時点で45人に発熱などの症状があり、29日までに計6人の感染が確認されている。3月になると7日までにさらに4人の下船者の感染が確認されている。 うち秋田県在住の男性は、船内で感染が発覚後、東京都内の医療機関に一度入院していたが、2回の検査で陰性となり、胸部レントゲン検査でも異常が見られなかったことから退院し、自宅のある秋田県に戻って、再度検査を受けたところ、再びウイルスの陽性反応が出て、同県初の感染者確認となった。下記は、クルーズ船の寄港先と発熱で船内の 常設診療所を受診した患者数である。日本における2019年コロナウイルス感染症の流行状況も参照チャーター機などで帰国した各国の乗船者に対してアメリカ、カナダ、オーストラリア、イギリスはさらに14日間の隔離措置を行う予定である。韓国は自国民以外の乗船者に関して入国を拒否する方針を示した。 以下におけるチャーター機の派遣先はすべて羽田空港である。ダイヤモンドプリンセスの乗客の出身国のマスメディア等は日本政府の対応について批判的報道を行った。一方で、米国 CDC は、船内の人々の間で感染を防ぐには不十分だったかもしれないと指摘し、隔離のための日本政府の途方もない努力を称賛すると評価した。また、 チェコのプラハポストは船は巡航途中で感染が蔓延していた。戦績国のイギリス、所有法人の国籍であるアメリカは何もしなかった。日本政府は乗客のウイルス検査と管理対策の実施に最善を尽くしたと評価した。2020年2月11日にバミューダ戦績のクルーズ船、グランドプリンセスがアメリカ合衆国のサンフランシスコを出発し、2月21日までに サンフランシスコメキシコエンセナーダサンフランシスコのクルーズに運航した。その後、当該船舶は再びサンフランシスコを出港し、サンフランシスコハワイ間のクルーズに運航した。グランドプリンセスには乗客乗員を合わせて約3500人が乗船していた。21人の感染者が発覚した時点で当該船舶はハワイからサンフランシスコへ開港中であったが、すでに 米国当局により帰候を拒否されたため、カリフォルニア州の沖合を巡航していた。なお、運航会社は、ダイヤモンドプリンセスと同じプリンセスクルーズである。2月11日から21日のクルーズに乗船した、カリフォルニア州プレイサー軍在住の一人と、同州そのまま在住の一人は3月初めに、感染が確定され、うちプレイサー軍在住の71歳男性は3月4日に死亡した。 他に、エンセナーダで下船後、飛行機でハワイ州オアフ島に帰った一人、カナダオンタリオ州ミッシサが在住の60代夫婦など、多くの下船客の感染が確認された。なお、メキシコクルーズの乗客のうち、62人はハワイクルーズにも参加していた。3月5日、乗船客の情報によると、一部の検査キットは午前11時、ごろ、 沿岸警備隊のヘリコプターによって船内に運ばれた。約100人に対する一時検査の結果、21人の乗客乗員に新型コロナウイルスの陽性反応が出た。3月9日、カリフォルニア州北部のオークランド港に入港し、乗客約2400人全員の下船が開始された。下船した乗客のうち治療が不要なアメリカ在住者は、 同国内各所の米軍基地に分散移送して14日間の隔離措置を実施、また外国人数100人についてはそれぞれの国に送還され、残る約1100人の乗員については船内に待機したまま別の港に向かい隔離措置を実施する見込みとなっている。国連海洋法において、船績国が公海上の主権、保護等を担うと定められており、 運航会社の判断等が尊重されることから、クルーズ船内での感染予防措置やウイルス検査等が複雑化したダイヤモンドプリンセス船内での COVID-19 陽性確認後は各国でクルーズ船の機構への危機対策が強まった。台湾、日本、韓国、フィリピン、ベトナムなどの国は2020年2月6日以降、クルーズ船の機構を順次禁止した。 運行各社も運行の見直しを行い、米国のプリンセスクルーズが一部運行を中止、スイスの MSC クルーズや米国のロイヤルカリビアン、インターナショナルが上海発着を取りやめるなどの対策を講じた。ワールドドリーム、編集香港のドリームクルージズが運行、1月下旬に下船した8名の感染が確認された。2月5日より香港に停泊し、 乗員全員の検疫を終えた後、9日に乗客乗員全員を下船させた。ウエステルダム、編集フィリピン、台湾、日本、韓国などは停泊を拒否したため、数日間公開を航行した。2月13日にタイのレムチャバン港に停泊し、乗客を下船させる予定であると運航会社が発表したが、タイ当局も停泊を拒否した。そのため、 受け入れを表明したカンボジアのシアヌークビル港に13日より停泊し、14日より乗客らが下船し始めた。15日、乗客の一人はマレーシアで感染が確認された。コスタルミノーザ、編集3月8日、当該船舶に乗り、ォートローダーデールからプエルトリコに到着した68歳、イタリア人女性は感染が確認され、同月21日に死亡した。 シルバーシャドウ、編集3月11日、カナダ人、乗客1人は、ブラジルのレシフェで感染が確認されたため、当該船舶は、レシフェに停泊していた。シルバーエクスプローラー、編集3月11日、83歳のイギリス人、乗客1人は、感染が確認されたため、当該船舶は、チリのカストロに停泊していた。コスタマジカ、編集3月12日、 マルティニークで下船した二人の感染が確認されたため、クレナダ、トリニダード・トバゴ、バルバドス、セントルシアに停泊を拒否された。3月26日、当該船舶はマイアミ沖に停泊し、米国沿岸警備隊によって感染者が運び出された後、全員は船内で待機。コスタ・ファボローザ、編集3月中旬、グアドループで下船した6人の感染が確認された。 3月26日、当該船舶は、マイアミ沖に停泊し、米国沿岸警備隊によって感染者が運び出された、後、全員は、船内で待機。MS ブレイマー、編集3月15日、バハマに停泊中のクルーズ船、MS ブレイマーで、5人の感染が確認された。ルビープリンセス、編集3月19日、オーストラリアシドニーの港に到着。到着時、 インフルエンザ様症状の乗客、乗員13人が検査を受け、結果が出る前に2700人が下船、上陸した。到着時点の検査で4人が陽性と判明、さらに下船した乗客にも感染しており、通算162人が陽性と判明し、3月31日時点で、計5人が死亡した。この事態を受けて、他の3隻のクルーズ船は、 西海岸のパースへの入港を許可されず、上陸客はパースから 20km 沖にあるコト島ロットネスト島に収容し、検疫外国人客はパースから空路で帰国予定。コスタビクトリア編集3月下旬乗客のアルゼンチン人女性一人が検査で陽性反応を示したため、クレタ島で入院。3月24日、当該船舶は イタリアのチビタベッキアに到着し、726名の乗客と776名の乗組員が下船した。あと、感染者と接触した人たちは、即座で隔離され、他の人は、近所のフィミチーの空港に移送された後、各自の出身国に送還する予定であった。MS ザ・アンダム、編集3月27日、チリからフォートローダーデールへ航行する、途中、 約150人の乗客がインフルのような症状を呈した。パナマ運河の通行許可を待っている間に4人の乗客は死亡、2人は感染が確認された。28日、当該船舶はパナマ運河を通過し、さらに一部の乗客を MS ロッテルダムに移したが、ホートローダーデールの市長はすでに2隻の停泊を歓迎しないと表明した。2月7日より、 台中部のレムチャバン港で停泊中、運航会社は、米国のシーボーオンクルーズライン、2月8日より、台湾のキールン港に停泊した。発熱の人や中国渡航歴のある人への検疫を終えた後、同日の夜に、中国国籍の乗員らを除く、乗客全員を下船させた。1月27日より、船内に乗客がおらず、2月9日から10日は、 長崎港に停泊し、12日より鹿児島港に停泊中、乗務員約1200人は全員検疫を済ませており、異常がない。当初、台湾に入港予定だったが、台湾当局がすべてのクルーズ船の寄港を禁止したため、2月13日に長崎港に入港した。厚生労働省福岡検疫所によると、感染が疑われる乗客乗員はおらず、 乗客らは下船し、長崎市内を観光した。動船は14日午後に長崎を離れ、神戸港と横浜港に向かう予定である。運航会社は日本クルーズ客船、2月初頭には韓国付近の東、品海上で巡航していた。この船は1月25日に中国、天津港に入港したことがあり、計3706人の乗船客のうち、 インフルエンザのような症状が出た17人と湖北省在住者146人に対する検疫が行われた。この163人の陰性反応が確認された。あと、すべての乗客は下船した。3月3日、船内で2人のドイツ人乗船客は感染者と接触したことがあると分かったため、ノルウェーのハウゲスンで検疫を実施。検査の結果、2人は陰性である。1月20日、 約6000人の乗客を乗せた当該船舶に54歳の女性は発熱があったためイタリアのチビタベッキアで検疫を実施。翌日、この女性とその夫の検査結果が陰性であったため全員は下船。14日以内にタイに停泊したことがあるためマダガスカル南アフリカモーリシャス当局によって帰港拒否されたが3月1日にようやくレイユニオンに停泊できた。 プリンセスクルーズ社は船内に感染者がいないと発表したが、乗客たちは下船した際に、地元住民に石やペットボトルを投げられ、激しい抵抗にあった。イタリア人、約60人を乗せた。この船舶は2月末にシンガポールを出発し、サムイ島、レムチャバン、シアヌークビルに停泊した後、3月3日に再び、シンガポールに戻り、5日にランカウイ島に着いたが、 次の気候予定地であるプーケットシマトペ南東に気候拒否されたので3月10日現在はシンガポールを目指して開港中南米を周遊中ブラジルリオデジャネイロへの気候を拒否されたため4月5日に米国マイアミ州フォートローダーデールを目指し開港中詳細は国地域ごとの2019年コロナウイルス感染症流行状況エジプトを参照 日本における2019年コロナウイルス感染症の流行状況も参照2020年1月18日、東京都のある個人タクシー組合支部の従業員や家族など80人が都内の館船で新年会を開催した。この館船には船の従業員も合わせると約100人が乗っていた。風雨のため館船の窓は全て閉め切られていた。 70代の運転手が1月29日に発症、肺炎が判明し2月6日に入院、2月13日に新型コロナウイルス感染症と診断された。同日にはこの運転手の母親が死亡し、同ウイルスへの感染が判明した。この運転手の他に新年会へ参加した1名、他館船の従業員2名も同ウイルスへの感染が判明した。 感染が判明した従業員は先立つ1月15日に中国人約60名の団体客を同社の屋形船で対応していたという。同じ従業員が1月18日のタクシー組合の新年会においても対応していた。従業員からの伝聞では15日の団体客は湖北省からであったといい。 その団体の関係者に連絡を取ったが、否定的回答がありその後の状況は、把握できていない。重複計算訂正 ABCD、現場からの外境、ダイヤモンドプリンセス号における COVID-19、症例、国立感染症研究所、2020年3月5日閲覧、AB、新型肺炎、クルーズ船乗客の数人発熱ダイヤモンドプリンセス、 横浜で検疫社会、医療福井のニュース。福井新聞オンライン。2020年2月4日閲覧。新型肺炎患者がいたクルーズ船横浜港に着眼せず再検疫。朝日新聞デジタル。朝日新聞デジタル。2020年2月4日閲覧。ダイヤモンドプリンセス。横浜下船は24時間延期折り返しクルーズは中止に。 フニコ、2020年3月5日閲覧、厚生労働者資料、2月20日時点、ダイヤモンドプリンセス陽性者内訳、厚生労働省、2020年3月8日閲覧、高根市公主公、李野家町、戦場53公人革新ユニ百、人間上政不法機開講、立場新聞、 h t t p s w w w t h e s d a n d n e w s c o m スラッシュポリティックススラッシュ E9%91%BD%E7%9 回 B3%E5%85%AC%E4%B8%B9%E8%99% せと、9回、e 6 q d e e a e、b 6 q d、e、8 e e 5 a e b 6 e 8 b 6 8 5 e 8 8 8 b 9 e 4 b 8 8 a 5 3 e 6 b 8 a f e 4 b a b a e 7 A2%BA%E8%A8%BAE9%80%B-200E4%BA%BA%E9%A1%98%E4%B9%98%E6%94%BF%E5%BA%QC%E5% e 8 A 8 84%、85%、E6%、A9%、9回、e、E5%、9バイト,パーセント、e % e、9E%、E6%、B8%、AF、横浜港に寄港した、クルーズ船内で確認された、新型コロナウイルス感染症について、www.mhlw.go.jp、2020年2月5日閲覧。 クルーズ船の10人感染日本人3人、新型肺炎。東京新聞東京ウェブ2020年2月10日、閲覧。ダイヤモンドプリンセスに乗船中の米国人に、関しては、米国政府から日本政府の対応ぶりに謝意が表明されるとともに、14日間の検疫期間を戦場で過ごすことが、 ウイルス感染の拡大を防ぐ最良の方法で、あるとの米衛生当局の判断に基づき、早期に下船、出国させる考えはないとの説明を受けています。午後4時25分2020年2月8日、クルーズ船で新たに65人の感染が、判明合計135人に自衛隊も、医療支援。毎日新聞。2020年3月5日閲覧。AB。 新型肺炎下ン船時に全員検査へ、クルーズ船、新たに乗員ら6人感染。東京新聞東京ウェブ、2020年2月12日、閲覧、クルーズ船、ダイヤモンドプリンセス号乗客乗員受け入れについて、学校法人、藤田学園、2020年3月17日閲覧、藤田医科大、船内感染者受け入れ愛知、岡崎、最大170人、 共同通信。2020年2月18日閲覧。クルーズ船、ダイヤモンドプリンセス号の船内で確認された、無症状病原体保有者の対処にかかる会見について。愛知県庁。2020年3月17日閲覧。ダイヤモンドプリンセスは、コビット -19 製造機。なぜ船に入って1日で追い出されたのか。2020年2月19日閲覧。 クルーズ船内の感染対策神戸大教授が動画で批判。神戸新聞 NEXT HTTPS コロンスラッシュスラッシュ www.kob-np.co.jp スラッシュニューススラッシュ ir は y o u u スラッシュ202002スラッシュ 0013128594.shtml2020 年2月19日へ閲覧 横浜港で検疫中のクルーズ船の乗客の健康観察期間終了に伴う下船について厚生労働省報道派発表資料2020年2月20日閲覧 ABC ダイヤモンドプリンセスから下船始まる新型コロナウイルス陰性の乗客 BBC ニュースジャパン2020年2月19日閲覧クルーズ船からの下船始まる新型肺炎 陰性乗客。神奈川新聞。かなろこ。2020年2月29日閲覧。クローズアップ。新型肺炎クルーズ船。制服旅3000人上陸。選択肢なく。毎日新聞。2020年2月20日閲覧。AB。クルーズ船。割れる対応2本。陰性なら。下船後は自由米など。帰国後14日間隔離方針新型肺炎。朝日新聞デジタル。 朝日新聞デジタル。2020年2月20日閲覧。クルーズ船の防止策不十分だった可能性と CDC。客室待機後も感染広がったと国立感染研。サイオンスポートル。2020年2月29日閲覧。日本放送協会。クルーズ船で業務厚労省職員多くがウイルス検査せず職場復帰。NHK ニュース。 二千二十年二月二十四日時点のオリジナルよりアーカイブ二千二十年二月二十二日閲覧時事通信厚労省職員をウイルス検査へクルーズ船で作業の四十一人時事コム二千二十年二月二十六日時点のオリジナルよりアーカイブ二千二十年三月六日閲覧日本放送協会クルーズ船で業務の厚生労働省職員と 検疫官新たに感染確認。NHK ニュース。2020年2月26日時点のオリジナルより、アーカイブ。2020年3月6日閲覧。日本放送協会、下船の23人必要な検査せず。NHK ニュース、神奈川ニュースウェブ。2020年2月22日時点のオリジナルより、アーカイブ。2020年2月22日閲覧。 日本放送協会、下船したクルーズ船、乗客23人に改めてウイルス検査を要請。NHK ニュース。2020年2月23日時点のオリジナルより、アーカイブ。2020年3月6日閲覧。日本放送協会、クルーズ船下船の栃木の60代、女性感染確認下船者の感染は初。NHK ニュース。 2020年2月26日時点のオリジナルよりアーカイブ2020年3月6日閲覧 AB 陰性の女性下船後発症クルーズ船別の23人検査漏れ中日新聞2020年3月6日閲覧 AB 日本放送協会新型ウイルス徳島県で初の感染確認クルーズ船から戻った女性 NHK ニュース 2020年3月2日時点のオリジナルより、アーカイブ、2020年2月29日閲覧、日本放送協会、コロナウイルスクルーズ船から下船の乗客発熱など、症状45人に、NHK ニュース、2020年3月2日時点のオリジナルより、アーカイブ、2020年2月29日閲覧、日本放送協会、東北地方で、 初めての新型コロナウイルス感染確認。NHK ニュース。2020年3月3日時点のオリジナルより、アーカイブ。2020年2月29日閲覧。日本放送協会、秋田県で初の感染確認クルーズ船上客の60代、男性。NHK ニュース。2020年3月7日時点のオリジナルより、アーカイブ。 2020年3月7日閲覧、感染症情報のトピックス厚生労働省、横浜港に寄港したクルーズ船内で確認された新型コロナウイルス感染症について、www.mhlw.go.jp2020 年2月6日閲覧、マッカリー、ジャスティン・ラトクリフ、レベッカ、カーナバイラス、クルーズシップキャリーイングさん、 700カランティーンドインジャパンアフター10テストポジティブ。ザ・ガーディアン、https、www.tguardian.com、ワールド、2020、フェブラリー、05、カーナバイラスクルーズシップキャリーイングマイナス3700カランティーンドインジャパンアフター10テストポジティブハット。横浜港に寄港した、クルーズ船内で確認された、新型コロナウイルス感染症について、 www.mhlw.go.jp2020 年2月7日閲覧横浜港に寄港したクルーズ船内で確認された新型コロナウイルス感染症について www.mhlw.go.jp2020 年2月8日閲覧 横浜港で検疫中のクルーズ船内で確認された新型コロナウイルス感染症について www.mhlw.go.jp 2020年2月10日閲覧横浜港で検疫中のクルーズ船内で確認された新型コロナウイルス感染症について www.mhlw.go.jp 2020年2月10日閲覧 横浜港で検疫中のクルーズ船内で確認された新型コロナウイルス感染症について www.mhlw.go.jp 2020年2月12日閲覧日本放送協会クルーズ船新たに39人と検疫官1人感染確認入院の4人重症 NHK ニュース2020年2月12日閲覧 日本放送協会、クルーズ船新たに44人の、新型ウイルス感染確認計218人に、NHK ニュース。2020年2月13日閲覧、日本放送協会、新型ウイルスクルーズ船で新たに67人、感染確認計285人に、NHK ニュース。2020年2月13日閲覧、日本放送協会、 クルーズ船新たに70人、新型ウイルス感染確認計355人に、NHK ニュース。2020年2月16日閲覧。横浜港で検疫中のクルーズ船内で確認された、新型コロナウイルス感染症について、www.mhlw.go.jp。2020年2月16日閲覧。日本放送協会。 新型ウイルスクルーズ船新たに99人の感染確認 NHK ニュース2020年2月17日閲覧横浜港で検疫中のクルーズ船内で確認された新型コロナウイルス感染症について www.mhlw.go.jp2020 年2月17日閲覧日本放送協会 新型ウイルスクルーズ船で新たに88人、感染確認。NHK ニュース。2020年2月17日閲覧。横浜港で検疫中のクルーズ船内で確認された、新型コロナウイルス感染症について。www.mhlw.go.jp。2020年2月18日閲覧。共同通信。 クルーズ船で新たに79人が感染。共同通信。共同通信。2020年2月19日閲覧。横浜港で検疫中のクルーズ船内で確認された新型コロナウイルス感染症について。www.mhlw.go.jp。2020年2月19日閲覧。新型ウイルスクルーズ船の感染者2人死亡。NHK ニュース。 2020年2月20日閲覧共同通信クルーズ船で新たに13人感染共同通信共同通信2020年2月20日閲覧横浜港で検疫中のクルーズ船内で確認された新型コロナウイルス感染症について www.mhlw.go.jp2020 年2月20日閲覧新型コロナクルーズ船 乗客3人目の死亡80代男性 NHK ニュース2020年2月23日閲覧横浜港で検疫中のクルーズ船内で確認された新型コロナウイルス感染症について日本経済新聞電子版2020年2月13日閲覧 ABC 香港と台湾ではクルーズ船から全乗客が月船感染者いなかった毎日新聞 2020年2月12日閲覧。武漢肺炎、世界夢、こう、そうはじめ革新患者両革秘境高尾気仙有利に今、抵抗優和は等。名簿。https コロンスラッシュスラッシュニュース .mingpao.com スラッシュインススラッシュ e6%b8%af%e8%81%qe アーティクル2020205 20 S0001 S、1兆5808億6920万 2283E3%80%90%E6%AD%A6%E6%BC%A2%E8%82%BA%E7%82%8E%E3%80%91% E3%80%8C%E4%B8%96%E7%95%8C%E5%A4%A2%E8%99%9 回 E3%80%8D%E6%9 バイト %B%E8%BC%89% E7%A2%BA%E8%A8%BA%E6%82%A3%E8%80%85%E6%97%85%E5%A2%A2%E8%A2%AB%E6%8、e、倍 5%92% E9%AB%98%E9%9 バイト,ト 84%E4%B8%8 バイト,ト E8%88%B9E9%83%B5%E8%BC%AA%E4%BB%8A%E6%8 A%B5%E6%B8%AF%E9%83%B5%E8%BC%A%E7%A2%BC%E9%A0%AD2020 年2月8日閲覧。大交換。医師特典。コーナーを在会上漂流乗客。高層回転換へ 連合法。https コロンスラッシュスラッシュ udn.com スラッシュニューススラッシュストリースラッシュ120944スラッシュ43301242020 43年2月8日閲覧。政府が乗船外国人の入国拒否したウエステルダム号隊で乗客下船へ。TBS ニュース2020年2月12日閲覧。日本放送協会、日本など、 入港拒否のクルーズ船体でも入港認められず。NHK ニュース。2020年2月12日閲覧。日本など拒否のクルーズ船。カンボジアに到着。日本経済新聞電子版。2020年2月13日閲覧。カンボジアウエステルダム合議戦車に観光呼びかけ。news.tv-asahi.co.jp。TV 2020年2月15日閲覧。日中赤男女一部赤老。322週。www.sinchew.com。m 2 0 2 0年2月15日閲覧。プエルトリコテークスプリベンティティブメジャーズ4ポッシブル。ケースオブコビット -19。NBC ロックサウスフロリダ。2020年3月9日。閲覧。 コラスラトゥリスタイタリアーナクリオポジティーボ、A、カーナバイラス EN プエルトリコ、イタリアンツーリストフーテステット、ポジティブフォーカーナバイラスダイスインプエルトリコ。elnuevodia.com。2020年3月22日閲覧、イドソパッサマルエムクルゼーロ、E、ナビオコムセンティーノスデパソアスアトラコドノー、レシーフェイアイセラドポルサスピータでカーナバイラス。 Com https g l Pe.、so e、o b o c o m h t t p s g 1 g l o b o c o m ペ、ペラーボクノティシア二千2 0 2 0 0 3 1 2イドソパスサマレムクルゼーロイナビオコムセンティノスデパソアスアンクラドノーレシフェイアイセラドポルサスピータデカーナバイラス .GHTML2020 年3月13日閲覧 .AB マルティプルクルーズシップスアレレフトストランドットアズ カーナバイラスケーススインクリース。cnn.com。2020年3月16日閲覧。ブレイキングニュース、ツーパッセンジャーズ、オンシップターンドアウェイフロムストリート、ルチアテスト、ポジティブフォーカーナバイラス。ストリート、ルチアニュースオンライン、https、www. ストルージオネサンライン .com、ブレイキングニュースツーパッセンジャーズオンシップ。 ターンドアウェイフロムショートトンルチアテスト、ポジティブフォーカーナバイラス、2020年3月13日、閲覧、A.B. マスレリ、ケイトリン、マルティプルシッククルーメンバーズ、オンコスタマギカ、コスタフェイブロザツーザ 2B ュイテッドオフマイアミ、NBC2、https www.、www.nbc-2.com ストーリー、4194万3042、マルティプルシッククルーメンバーズオンコスタ、マギカコスタフェイブロザ 2B はキュイテッド、オフマイアミ2020年3月27日、閲覧、A.B. ハインズ、モーガン、ツーコスタクルーズシップスツーアンカーウィズシッククルーイン、マイアミフォーライフクリティカルケア、USA トゥデ y https、www. ユザタデイドットコム、 ストーリー、トラベル、クルーゼス、2020、03、26、カーナバイラスコスタマギカコスタフェイブロザ、マイアミシッククルー、29億1462万5 0 0千1 2020年3月27日閲覧、ABC バーターも、マイケル、ニコスタクルーズシップス、ヘディングトゥワード、フロリダウィズダースオブシッククルーメンバーズ、オンボード、フォックスニュース、https、 w w w f o x n e e c o m トラベルニコスタクルーズシップストュワードフロリダシッククルーメンバーズ2020年3月27日閲覧カーナバイラスアイソレーション4オーバーマイナス 70s ウィズインウィークスブビシ二〇二〇三点一六ブレイマーアップデータサンディーフィフティンスマーチ二〇二〇イプレイマーハット カーナバイラスで水悪問わず、A パッセンジャーオンザ・アンダー・ファイヤー、ルビー・プリンセス・クルーズ・シップ。成分ネットワーク。2020年3月31日、閲覧。クルーズ船の乗客数万人。下船許されず合衆沖に14隻。朝日新聞デジタル。朝日新聞デジタル。2020年3月27日閲覧。カーナバイラス。ルール・ウール・ティムの知事へイン・イタリア。 ラレイプーブリーコ、2020年3月23日、閲覧、ハリス、アレックス、4パッセンジャーズダイドオンザーンダムクルーズシップウィズ148ピープルシックウィズフラ、ライクシンプトムズ。ブレイデントン・ヘラルド、2020年3月27日、閲覧、ハリス、ソフィア、4パッセンジャーズダイオンストランドットクルーズシップ、キャリーイング247カナディーンス。CBC ニュース。 2020年3月27日、閲覧、カーナバイラス、コラントアメリカズザーンダム、ロッテルダムゲットパーミッションツー、トランジットパナマカナル。USA トゥデ y 2020年3月28日、閲覧、カーナバイラス、クルーズシップオフ、パナマコーストトラファースパッセンジャーズ。BBC ニュース、2020年3月30日、閲覧、ニール、デビッドジェ ポートローダーデールメイヤーノットレディーツーアクセプトザカーナバイラスヒットザアンダムアットポートエバーグレーズマイアミヘラルド2020年3月30日閲覧宝瓶製工程キールンコーミスツエ有料格発祥中央社 https コロンスラッシュスラッシュ w w w c n a c o m t w ニュース、 ファーステヌズ2020億208万5千4アスプックス2020年2月8日閲覧長崎新聞コスタベネチア長崎新聞長崎新聞2020年2月13日閲覧乗客なしのクルーズ船マリンポートに寄港 FNN.jp プライムオンライン2020年2月13日閲覧台湾寄港中止クルーズ船が長崎に 入港新型コロナウイルス感染疑いなし社会、福井のニュース。福井新聞オンライン。2020年2月13日、閲覧。The Hate of the Three Cruiseships Amidst the Global.COVID-19 Outbreak.news.cgtn.com。2020年3月7日閲覧。カーナバイラス。ジャーマンクルーズシップヘルドインノルウェージャンハーバーズ。パッセンジャーズテステッド。 ザローカル。2020年3月8日閲覧。ベルリン、ベルリネールゲンポスト。カーナバイラス、ミンディアムアンダーットビクティークロイス・ファートン、ライスヒン・ワイズ。www.morgenpost.de.2020 年3月8日閲覧。ジュフリーダ、アンジェラ、6000パッセンジャーズ・スタック、オン・クルーズ・シップ・イン・イタリー・オーバー・カーナバイラス・フィアーズ。 The Guardian 衣春0261から 3077https www.tguardian.com ワールド2020ヤン30六千パッセンジャーズスタックオンクルーズシップインイタリーオーバーカーナバイラスフィアーズ2020年3月7日閲覧 CNN ジェームズ・グリフィスアンジェラ・デワンジャンルカ・カメッツ・オフィはリビア・ボルゲーゼイバナ・コート・ソバ グローバルフィアーズスプレッドオーバーカーナバイラス。CNN、2020年3月7日閲覧。ハーメソト、コビット -19、イタリアンクルーズシップウィルドックインエス、ポレアーズスケジュールド、パッセンジャーズ2アンダーゴーヘルスチェックスビフォー、ディシンバーキング。ザストレーツタイムズ、2020年3月10日閲覧。バチャラー、アマンダ、コーラルプリンセスシップ2アライブインフォートローダーデール。 エイプリル5 WPLG 2020年3月26日閲覧日本放送協会屋形船その時の船内の様子とは新型ウイルス感染 NHK ニュース2020年3月12日閲覧ありがとうございます